読売ファミリーをご覧の皆さん、こんにちは。4月号のお料理を担当させていただきます富松大地と申します。よろしくお願いします。漬け込む激うまマグロ丼作っていきたいと思います。この白ネギちゃんは大体ね2センチぐらいの長さでズバズバズバってカットしていただいて、そしてお鍋に入れてあげます。お砂糖が 10g、そして濃い口醤油が 40cc、 おみりんちゃんが 20cc、 お料理酒も 20cc、 お水を 120cc、 で全部合わせたら、これも、しっかりこう味をまとめるために火にかけていきたいと思います。ではここで全部の材料を入れて、そして火にかけていく。で少しって感じで、火にかけていて沸いてきたら、少し煮詰めていってあげて、で味を見ながらバランスがまとまったっていうのを確認していく感じ。この間に、マグロちゃん、キハダマグロです。キハダマグロの柵、お刺身用のやつ、これに、少しお塩をしていきたいと思います。 150g で、1g ぐらいのお塩、大体感覚でいきますね。全体的に振ってあげて、軽くお塩をしてあげます。そしてこれを、じゃあ今からね、少し外側だけ、もう中に火が入らないように、もう強烈な強い火でバーンって当てて、漬け込んでいきたいと思います。お塩をしてあげたマグロを今から、強烈な火で、少しフライパンにオイルを敷いてあげます。そして白い、煙が上がるぐらいまでしっかり当てて、そしてね、このマグロをこの表面だけ全部、ここだけこうサッと、サッとやる感じでいきます。全面をしっかり焼いてコーティングさせる。漬けダレが煮立ってきました。この感じで強く当てていく、強く当てていって、そして味がまとまったなと思ったら、ここで火を振ってあげます。そしてこれを、冷ましていって、常温まで冷めたら、さっきのこのマグロちゃん、で、このマグロちゃんを漬け込んで、で、冷蔵庫に入れて、大体ね、半日ぐらいしっかり乗せたら、めっちゃ美味しくなります。じゃあね、これが、冷蔵庫の中で半日経ったものがこれ。OK! マグロと一緒にね、入れてあげたおネギちゃん。そしてちょっとあしらいの青ネギなんか使ってあげて、ね、今から盛り付けていきたいと思います。このまま、このお刺身な感じで、おー、そしてこのおネギも、そしてね、このご飯に少しこのね、タレをかけてあげるね。マグロちゃんを盛り付けてあげて、おネギもね、少しこんな感じで乗せてあげまして、そして上から少しまたこんな感じでかけてあげたら、漬け込む激うまマグロ丼完成です。イエーイ。